ギリシャダービーはギリシャのオリンピアコス FC とパナシナイコス FC の間で行われるサッカーの対戦のことである。ギリシャ国内では国内ダービーを獲得している。また、両者の対戦成績でもオリンピアコス FC が上回っている。しかし、欧州カップ戦での実績はパナシナイコス FC が上回っており、1970から71シーズンには ギリシャのクラブとして唯一欧州カップ戦決勝進出を果たした。また、パナシナイコス FC は1984から85シーズンと1995から96シーズンの同大会でベスト4となり、1991から92シーズンと2001から02シーズンの同大会でベスト8となっている。 一方のオリンピアコス FC は1998から99シーズンのベスト8が UEFA チャンピオンズリーグの最高成績である。両者のライバル意識や両者のサポーターの熱気は凄まじく、このダービーはギリシャ最大のダービーマッチであるほか、世界で最もよく知られたダービーマッチの一つにもなっている。ギリシャにおける両巨頭のライバル意識は社会的、文化的、 地域的なことなりに理由をたどることができる。1908年、パナシナイコス FC はアテネ市中心部に設立され、ギリシャの首都の上流階級を象徴するクラブとみなされた。1925年、オリンピアコス FC はアテネ郊外の港町ピレウスに設立され、ピレウスに住んでいた労働者階級のサポーターを引きつけた。なお、両都市は古代ギリシア時代から、 ギリシャ種の中で重要な役割を果たしている。アテネは古代ギリシア文明の発祥地とされ、地形的戦略面におけるピレウスの潜在力を巧みに利用し、後にピレウスを統合した。20世紀になるとアテネの人口は激増し、ピレウスなどアテネ郊外の地域を都市圏に吸収した。1930年代にオリンピアコス FC はリーグ戦で6度優勝し、 パナシナイコス FC の支持基盤であった浮遊階級を部別する風潮をピレウスの人々に与えた。このため、オリンピアコスはパナシナイコスをバセレスと部別し、逆にパナシナイコスはオリンピアコスをガブロスと呼ぶようになった。さらにオリンピアコス FC は、自らを社会的、政治的な面での不当な被害者であるとするギリシャ中のサッカーファンを引きつけた。しかし、 サポーター層の階級格差は次第に消え、かつて両者を分断した社会的な隔たりは長い、年月を経て縮小している。オリンピアコス FC とパナシナイコス FC はギリシャで最も人気があるクラブであり、両クラブは欧州カップ戦にも多数のサポーターが駆けつける巨大なファンクラブを有している。近年ではフーリガンの存在が両クラブに共通する。 大きな問題となっており、彼らは座席の破壊、サポーター同士のいさかい、発煙筒や花火の投入、街中での暴動などによって特徴を付けられる。両サポーターの憎悪感情は激しく、特にダービーの前後には、アテネを含む近郊地域で多くの暴力行為が行われている。2007年3月29日、バレーボールにおけるオリンピアコス SC とパナシナイコス。 VC の試合が行われていたパイアニアという街で22歳のパナシナイコスのサポーターが刺されて死亡した。この出来事はギリシャ国内を混乱に陥れ、両クラブのサポーター組織に対して大規模な警察の調査が行われると同時にギリシャ国内のすべてのチームスポーツイベントが2週間の間延期された。パナシナイコスのホームスタジアムであるスタディオアポストロス。 ニコライディズオリンピアコスのホームスタジアムであるスタディオヨルギオスカライスカキスアルファ S ニキは2006年にギリシャスーパーリーグが誕生する前のリーグ形態得点差連勝連続無敗記録観客動員数記録優勝プレー、オフアウェイゴールルールにより勝ち上がりクラブが決定1リーグカップでの得点を含むオリンピアコス FC からパナシナイコス FC に移籍した選手パナシナイコス FC からオリンピアコス FC に移籍した選手寮クラブで指揮を執った監督。ありがとうございます。